中国政府、日本を焼け死ぬと同喝。台湾問題で。香港のサウスチャナ・モーニング・ポストなどによりますと、中国のカーシュンエイ外務次官補が、日本のタルミ・ヒデオ大使を呼びつけ、台湾問題に関して、日本は焼け死ぬ。旅行関係を再興するなどと同喝したことが明らかになりました。まあ、こちら、中国政府、中国共産党が、 国民の安全や日本の存立に関わるような恫喝を行うのであれば、日本側はさらに厳しく対抗するしかありません。まあ、この中国政府、北朝鮮のような暴言を吐いてしまっておりますけれども、日本政府にはこのような恫喝に屈することなく、中国政府、中国共産党に対抗していただき、まあ、最終的には中華民国、台湾との 国交回復も検討していただいて、中華民国が中国共産党の支配領域を奪還できるように支援していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。